皆さんこんにちは。千葉東警察署一日警察署長の三田寺理沙です。高齢者を狙った電話で詐欺の被害が依然として後を絶ちません。私にも大好きなおばあちゃんがいますが、こうした高齢者を騙すことは絶対に許せないですね。被害に遭わないように私からお願いしたいポイントは4つです。1つ、電話機は留守番電話に設定しよう。2つ、相手の電話番号を確認しよう。3つ、警告通話録音機能を活用しよう。4つ、迷惑電話対策サービスを利用しようです。被害に遭わないように今日から実践してくださいね。皆さん、私のリコーダー演奏に騙されても電話で詐欺には絶対騙されないでください。千葉東警察署一日警察署長の三田寺理沙からのお願いでした。うー